ちは。今日はこのバレンタインのハートのチョコレートを紹介したいと思います。これは今あのカナダとバンクーバーのカナダのバンクーバーと日本のフリーマガジンの編集をしてる、そこで梅物のページを紹介してるんですけど、今日から今月からで、そこで紹介したやつになるんですけど、初めての人でも編めるようにまずは簡単なものから紹介していきたいと思います。で、編み図も作ったのでそれも載せていくので、それを見ながら一緒に作っていきましょう。では今回の動画ではまずハートを紹介します。で、その次の動画でチョコレートっぽい下の部分を紹介します。合わせて使ってもいいし、別々でもコースターとして使ってもらえたらなと思ってます。ではまずハートのところから紹介します。で、これが同じ毛糸と針で編んだんですけど、サイズがでっかくなったりちっちゃくなったりで、これ緩めに編んだら穴もできたりするんですけど、最初は編みづらいと思うので緩めに編んで、こういう穴ができたら他の別の赤い糸とか一緒の色の糸を使ってとじ針で伏せてもらったら、こんな感じで綺麗にハートになると思うので挑戦してみてください。では好きな糸、好きな針で一緒に編んでいきましょう。まずは作り目を作ります。そして鎖編みは輪の中に針に糸をかけて引き抜いてくる。これを繰り返します。まず作り目が9目で、立ち上がりが3目なので合計で12目これを作ります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。そしたら次、長編みを編み入れます。長編みを入れるところは1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13って編んでるので、1,2,3,4目目の最後から4目目のところに針を入れることになります。まず針に糸を1回かけて1,2,3,4,4個目のところに針を刺して、もう1回針に糸をかけて引き抜きます。そしたら今針に3目残っているようになります。そしたらもう1回針に糸をかけて2本引き抜きます。そしたらもう1回針に糸をかけて2本引き抜きます。これで長編みが1回できました。そしたらこの同じところに4目目のところにあと2回長編みを入れていきます。針に糸をかけて同じところに針を通して、針に糸をかけて
くで針に糸をかけて2本引き抜くで、もう一回針に糸をかけて2本引き抜く。これで長編みがもう一個できました。そしたらもう一回針に糸をかけて穴に刺して引き抜く、針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて2本引き抜く。これで3回同じところに長編みを入れました。そしたら次の目に長編みを1目入れていきます。次の目はこの山になってるみたいなところ、この山になってるところが次の目になります。なので針に糸をかけてから次の山に針を通します。この時気づく鎖編みを編んでたら針が入れにくくなるので緩く編むことをおすすめします。そしたらもう一回針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く。これで次の目に長編みが1目編めました。そしたら次の5目は5目一度編むんですけど、5目長め1度、次の 1,2,3,4,5 とある山を連続で長編みをしていきます。まず針に糸をかけて次の山に針を刺します。そして針をかけて引き抜く、でもう一回針をかけて2目引き抜く。ほんまの長編みやったらもう一回針かけて引き抜くんですけど、これでストップしておきます。でもう一回針に糸をかけて次の山に針を刺します。そして針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く。でもう一回これで止めておきます。今長編みの途中が2目入っているのと元々の目があって3目針にかかっています。そしたらあと3個針に糸をかけて次の山に針を刺します。で針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く。今4目あります。次針に糸をかけて次の山に刺します。次の山に刺して引き抜く、針に糸をかけて引き抜く。でもう一個針に糸をかけて次の山に差し込む、針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く。これで 1,2,3,4,5 プラス最初の目が入って6目針にある状態になります。そしたら針に糸をかけて全てのこの6目を引き抜きます。これで長編みの5目一度が完成しました。そしたら次の目針に糸をかけて次の山に長編みを1目入れていきます。そしたら次まずはじめに結び目を作ります。で結び目はこんな感じで結んでください。そしたらこの針の穴に結び目の穴に
鎖編みを刺します。で針に糸をかけてこの穴に引っ張り出していきます。これで鎖編みが一目できたことになります。針に糸をかけてこの穴に今刺さってる穴に引き抜いてくる。これは緩めに編むことをおすすめします。針に糸をかけて引き抜く、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 針に糸をかけて引き抜く。これで 1,2,3,4,5,6,7,8 8目鎖編みができました。あと12目作りたいので9 10 11 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9目の鎖編みと3目の立ち上がりで12目の鎖編みを作りました。そしたら次1周目になるんですけど、次は長編みの編み方を紹介します。でまず次の鎖編み、次に長編みを入れる目の編み方なんですけど、3目立ち上がり 1,2,3 と3目立ち上がりで、こっち側から見ると山を2個飛ばして3つ目のところに次の長編みを入れていきます。でまず長編みは針に糸を1回かけます。で 1,2,3 個目の山に針を入れます。こんな感じでこの山になってるところに針を通します。でまた針に糸をかけます。そしたら引き抜いていきます。山から引き抜いてもう一回針に糸をかけます。そしたら今針に4目あると思うんですけど、その2つを引き抜きます。でもう一回針に糸をかけて2つを引き抜く。で今長編みが1目編めたことになります。そしたらあとこの同じところの山に2目長編みを入れていきます。針に糸をかけて同じところに針を刺して針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く2本、針に糸をかけて2本引き抜く。で今長編みが1つもう1つできました。そしたら次針に糸をかけてもう一回同じところに針刺して引き抜く、針に糸をかけて2本引き抜く、針に糸をかけて4本引き抜く。これで長編みが3目と立ち上がりの鎖編み3目が同じところにあるように見えます。そしたら次の山に長編みを1目入れていきます。針に糸をかけてその次の山はここになります。ここに針を刺して針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて2本引き抜く、針に糸をかけて2本引き抜く。そしたら次の山5個に長編みを5回同時に5目一度って言うんですけど、それを紹介していきます。長編み5目一度ではまた針に糸をかけて次の山にとりあえず針を刺します。で針に糸をかけて引き抜く、で針に糸をかけて2本引き抜く。ここでストップします。そしたら次にまた進みます。針に糸をかけて次の山に針を入れて、針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く。でこの目もこれでストップしておきます。なので今針には3目ある状態になります。針に糸をかけて次の山に
して針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて2目引き抜く、今4目あることになります。針に糸をかけて刺し込む、針に糸をかけて引き抜く、針に抜く糸をかけて2目引き抜く、これで長編み4目途中まで編めています。もう一目針に糸をかけて次の目に入れる、針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く、これで今針に 3,4,5,6 目入ってます。なんですけど長編み自体は5目編めたことになります。そしたらこの6目を一度に引き抜きます。針に糸をかけて1,2,3,4,5,6 と全ての目を引き抜きました。これが長編み5目一度になります。そしたら次の目には普通の長編みを1つの目に1つ入れていきます。長編みを1回で、次最後の山のところには長編みを4回入れていきます。これで長編みが4目入りました、1つの目に。そしたら次裏側ハートの下側を編んでいきます。次また今山側なんですけど、次底、山の底というか反対側から折り返し編んでいきます。なので針に糸をかけてその次の目に長編みを1目、なのでこの次の目、これの次の山の底2本ですね。山の底は2本あります。2本のところを針を刺して針に糸をかけて長編みは同じです。2本引き抜いて2本引き抜く、これで長編みが1目。あと次の2個の山の底に1目ずつ長編みを入れていきます。1、その次が長編みの5目一度になります。長編みの5目一度は長編みをこの次の1つの目に5回入れます。まず針を刺して1個目の長編み、そしたらまた同じところに2回目ところに3回目の長編み、次4回目の長編み、次5回目の長編み、これで長編み5目一度、5目一度というか1つの目に5目入れ込むをやりました。そしたら次の3目には1つずつ長編みを入れていきます。この次の目が見づらいと思うんですけど、見落とさないようにしっかり次の目に1目長編みを入れてください。でその次の目にも1目長編み、その次の目にも1目長編み、
で、これで1周目が終わりなんですけど、この最初の鎖編み3目したところにこのと1つ目の長編みの間に針をそのまま何もかけずに入れて、針をかけて引き抜いてきて、最後の目も引き抜く。これで1周目の終わりになります。そしたらここで2段目になるんですけど、まず鎖編みを3回編みます。はい、鎖編みを3回して、ここから2周目になります。2周目は次の目に長編みを2回入れていきます。立ち上がったその次の目に1、長編みを1回、長編みをもう1回同じ目に入れていきます。そしたら次の目にも長編みをもう2回入れていきます。1、2、そしたら次の目にも長編みを2回、1、2、でその次の目は長編みを1回と中長編みを1回になります。で今長編みを1回入れたら、次の目はまた同じところに中長編みなんですけど、中長編みはまず針に糸をかけて、その同じ目に針を刺して針をかけて引き抜きます。そしたら3目あるんですけど、この3目を一気に引き抜きます。これで中長編み1目できました。でその次の目、さっき5目一度した目になるんですけど、その次の目に細編みを1回入れます。細編みは針に糸をかけずに、そのまま針を刺して糸をかけて引き抜きます。そしたら針に2目残ってるんですけど、それを針に糸をかけて2目一度に引き抜く。これが細編み1目になります。そしたら次、中長編みを次の目に、中長編みは針に糸をかけて次の目に針を刺して糸をかけて引き抜く。で3目を一度に引き抜く。これで中長編み1目で、長編みをまた同じ目に1目入れます。そしたらその次の目に長編みを2回、長編みを1、2、そしたらその次の目にも長編みを2回、1、2、でその次の目にも長編みを2回、1、2、でその次の目にも長編みを2回、1、2、そしたらその次の3目には中長編みを1目ずつ入れていきます。中長編みは針に糸をかけて次の目に針を刺して引き抜いたら3目一度に引き抜く。これを次とその次の目にやっていきます。3目一度に引き抜く、その次の目にも3目一度に引き抜く。で3回中長編みができたら、その次は細編みを2回、次の目とその次の目に入れていきます。細編みは針に糸かけずに引き抜いて2目一度に引き抜く。針を入れて引き抜いて2目一度に引き抜く。細編みを2回しました。そしたらその次、中心の下になりますね、そこの目に中長編みを1回、中長編みを1回して、その次また同じところに長編みを1回、
もう一回中長編みを同じ目に一回、はい、そしたら次の目に細編みを一回で、その次の目にも細編みを一回で、その次の3目には中長編みを3回1で、その次の目にも中長編みを1その次の目にも中長編みを1はい、これで中長編みを3目入れました。そしたらその次の目、ラストの目になるんですけど、そこには長編みを2回1 2 2回入れます。そしたら最初の3目立ち上がりのところに針をかけずにそのまま入れて、針に糸をかけて引き抜くで、最後の目を引き抜く、引き抜き編みになります。そしたら次3周目の作り目、3目1,2,3と鎖編みを作ります。そしたらその次の目に長編みを2回入れていきます。1,2長編みを2回入れたら、その次の目には長編みを1回、で、その次の目には長編みを2回、1,2で、その次の目には長編みを1回、長編みを1回、で、その次の目には長編みを2回、で、その次の目に長編みを1回、で、その次の目に中長編みを1回、で、また同じところに細編みを1回、で、次の目はスキップして、その次の目に細編みを1回、で、また反対側になります。次の目はスキップして、その次の目に細編み1回と中長編みを1回、同じ目に入れていきます。そしたらその次の目には長編みを1回、で、その次の目に長編みを2回、で、その次の目に長編みを1回、その次の目に長編みを2回、で、その次の目に長編みを1回、その次の目に長編みを2回、で、その次の目に長編みを1回、その次の目に長編みを2回、1,2そしたらその次の目に細編みを1目ずつ6回入れていきます。次の目に細編みを1、その次の目にも細編みを1、細編み3目目、4目目、細編み5目目、
中心部分になります。そこには中長編みを1回と長編みをまた同じところの目に1回で、もう1回中長編みを同じ目に1回、そしたら次また6回細編みを1目ずつ入れていきます。1、2、3、4、5、6で、そしたらその次の目に長編みを2回入れていきます。次の目に長編みを1回、1、これで最後の立ち上がりの3目の鎖目のところに引き抜き編みをして、でもう一回針糸を通して、でこれで糸始末をします。で、あとは糸始末。